今日は、11月の13日、秋も、冷え込みが急になった小さな自然の定例活動です。今年もちょっと少ないですが、柿が取れてます。すき山では、この通り、ツワブキの花が、きれいに咲きました。下の池、ちょっと寂しくなってますね。桜の方の紅葉はまだちょっと早いですが、それでも色づきが、こちらは、柿を刈り取った後の木です。刈り取ってやったさつまいものつるを耕した後の畑に、まきました。来年の肥料になればいいのですが、前の畑の後で、石のと見事、このように今年は変わってます。秋の青空、晩秋の青空ですね。